私と私、日にお越しの皆さん、こんにちは。こんにちは。私たち、映画ワールドスタンダードのワースターです。よろしくお願いします。いや、日差しがすごい ね、 もうね、どこにも逃げ場がない。あのね、ここなら大丈夫。結構後ろでやろうかな。みんな前出てください。前出て、可愛い顔くださいよ。目が開かないよな。いや、ちょうどね、いい時間でね。本当、でもいい天気で、よかった。今日雨降りそうだったから。はい、ありがとうございます。ね、私たち、ワースタというグループで、5人組のアイドルグループです。ぜひ初めての方も見ていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。私たちワースタですね、10月の30日に、両 A 面シングル、シャニムに生きると、まだタイトル未発表なんですけど、両 A 面シングルリリースしまーす。ありがとうございます。ありがとうございます。本日、そちらのリリースイベントとなっております。はい、みんな集まってくれてありがとうございます。ありがとうございます。すごい、はじめまして、ね、そうな方もたくさんいるんですね。当日の方もいるので、自己紹介させてもらおうかな。そうですね、行きましょう。生まれたところから自己紹介してていいですか？あ、生まれたところも2001年3月。あ、ダメです。あ、違う。ダメです。違うか。生まれた場所だけ。愛知県出身ですよね。あの、ピンク色担当の、18歳、ミスナルカです。よろしくお願いします。イェイ。そっか、なるほどね。初めての方がいるから、そう、丁寧に。大丈夫だよ。はい。2000年10月1日7時1分、天秤座A型。です。どうでもいい。名前が結構地味だったから今名前が分かってきた。児玉リリカと言います。北海道出身です。よろしくお願いします。はい、広島県出身、1990。大丈夫大丈夫大丈夫、もういいでしょ。大丈夫でしょ。大丈夫。獅子座です。名前を、はい、松田アメリと申します。広島県出身です。ミリテコって言ってくださると嬉しいです。ニコに弱いです。よろしくお願いします。目がね、お願いします。目がね、はい、福岡県出身なっていうことは広川七瀬です。と、私は実家が福岡なんですけど、福岡の家は大丈夫ですか。大丈夫です。もうあなたって実家の話は興味がない。大丈夫です。家のことはいいや。大丈夫です。広川七瀬です。よろしくお願いします。はい、神戸出身、こう見えて21歳、坂本葉月です。どう見えるんだろうね。多分、初めて見た方は一番端の黄色が最年少かなって思われると思う。こっちから年齢が出るかなって思うんですけど、21歳です。神戸出身、12時36分生まれです。よろしくお願いします。真っ昼間に生まれてます。はい、はい、ちょっと自己紹介を終わりましたけど、はい、そんな、はい、あのね、まあ、なんか細かく言ってしまう私たちなんですけれども、スマートフォンでのみ写真と動画の撮影が OK になっておりますので、いっぱい撮ってください。そしてね、スマートフォンで撮った写真や動画を世界に拡散をしてほしいんですけども、皆さん、ハッシュタグ分かりますか？私たちの名前分かります？知りません。知りません。はい、お願いします、はい。ザ・ワールスタンダードワースタと言いまして、私たちはワースタっていう名前で活動しているので、ぜひハッシュタグワースタ、そしてね、余裕がある方は WASUTA ワースタワースタってつけて、拡散をしていただけますと、私たちも後で見れますし、ですね、世界に拡散してほしいので、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日は、リリースイベントということで、私たちは10月30日にシャニムに生きると、あともう一つまだ未発表の曲で両 A 面シングルをリリースさせていただきます。で、今回はその曲のリリースイベントということで、次にその曲を歌いたいと思うんですが、シャニムにっていうのはもうがむしゃらにとかそういう意味があって、でこの曲の歌詞もいつも応援してくれてる皆さんだとか、私たちが伝えたい気持ちを歌詞にしているので、皆さん歌詞にも注目して、私たちの気持ちを受け止めてほしいなと思います。歌い聴いてください。シャニムに生きる。あちらこちらこちらハートので聞くのに向きをどうせ多分そんな自信が嫌ってまだ一つの夢
大きい子供たち上手だった。すごかったね。大きいお友達の皆さん、一緒に上手な歌でございました。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな上手でした。でも確かにリリースイベント一発目、ここでできたことも、みんながこうやって一緒にリリースイベントを迎えられたのもすごく嬉しかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。いいスタートですね。そうだね。ダッシュ、スタートダッシュができるので、はい、ありがとうございます。その私たちワーストなんですけども、私たちワーストは10月の8日に代々木公園野外ステージというところでフリーライブを行わせていただきます。イエーイ、はい、フリー、はい、そうなんです。ワースト知らない方もぜひ聞いてほしいんですけども、私たちはもう結成4年目を迎えて5年目に入って、ここが私たちの大切な大きなターニングポイントになるんじゃないかなと思うぐらい、すごく、このライブに気合を入れていますので、野外でのライブ、生バンドでのライブになります。すごくすごくみんなに見てほしいので、ぜひ10月8日代々木公園野外ステージ遊びに来てくれたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私たちはまた秋に透明ハーフツアーを行わせていただきます。4日東京山のホールがスタートなんですけど、名古屋、大阪、福岡回りますのでね、今日地方から来てる方ももしかしたらね、いるかもしれないんですけど、ぜひね、ワースト今日やった曲以外にもいっぱい素敵な曲あるので、ぜひ遊びに来てください。チケット発売中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そして改めて私たち10月の30日に両 A 面シングルシャニムに生きるをリリースさせていただきます。ありがとうございます。今日予約の方も行っておりますので、ぜひゲットして私たちの特典会にも参加してもらえたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。それでは皆さん、今日暑い中を見てくださってありがとうございました。以上、私たちインターワールドスタンダードワースターでした。ありがとうございます。はい、それではもう一度大きな拍手でお送りください。ワーストでした。